このチャンネルは、のこねこの魅力を発信し、さまざまな話題をしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、猫嫌いのスコティッシュフォールドは人は好きでも急に甘噛み&猫パンチということでですね、この子がスコティッシュフォールドのイクラちゃんですよ。隣に座るとね、逃げられちゃうんですけれども、実はね、イクラちゃんっていうのはこちらの店の最年長なんですよね。もうすでに15歳は過ぎてるということなんですけれども、にゃーって泣いたね。嫌ですかって聞いたらにゃーって言ってるんですけれども、イクラちゃんね、猫嫌いなんですけれども、なんか猫ちゃんいっぱいいてますよね。最年長なんですけれども、結構遊べる子なんですけれども、今はそういう気分じゃないかな、イクラちゃん。で、意外とベビーフェイスですよね。めちゃくちゃ可愛いんですよ、イクラちゃんは。扉の前に猫ちゃん固まってるのはですね、もうすぐご飯の時間なんですけれども、こちらはスコティッシュフォールドのマルちゃんって言いますよ。マルちゃんもね、シニア猫ということで、イクラちゃんとマルちゃんの動画を配信しようかと思うとね、先日マルちゃん亡くなってしまいました。ということでね、今回はイクラちゃんメインになってるんですけれども、シニア猫でもね、里親さん見つかってほしいなとは思うんですが、まあ、ただちょっと猫嫌いやからね。あ、シャー言うた？でも遊んでくれるんですよ。ひょっとしたらね、怒りをおもちゃにぶつけてるような気もするんですけれどもね。どっか行っちゃう？しっかりとした足取りではあるんですけれども、まるちゃんの隣に来ましたね。もう遊べへんか。あー、嫌かな。今はそっとしてほしいのかなぁというとね、ご飯の時間になりましたね。イクラちゃんも近づいてはおるんですけれども、ご飯動画はね、後日配信するんですけれども、イクラちゃんがどこで食べてるかわからなかったんですよ。またその時に確認してもらえばいいかなぁと思っておるんですが、ご飯が終わるとベッドの上でゆっくりしておりました。指輪によってくれておりますよ。ほんと綺麗な顔してるなぁ。15歳ということはですね、人間の年齢で言うと76歳ぐらいということなんですよ。全然見えないですよね。まあお店でね、大事にされてるということで、ケツヤもピッカピカでしたよ。なで心地すごくいいんですよ。遊べる？おぉ、カミカミしてますよね。うん、カミカミ、いいやないか。ねえ、イクラちゃんはね、遊べる子なんですよ。ね、いっぱい遊んでね、元気に過ごしてくれたらいいなぁとは思うんですけれども。うん、ちょいちょい可愛いやんか。歯もしっかりしてるんでしょうね。すごいカミカミする。あ、うー言うてたよ、今。え、怒ってるよっとして。実は嫌なのか？撫でてみようか、じゃあ。垂れ耳なんでね、イカ耳かどうかがよくわからないんですけれども、どうやろこれは。横に広がってる気もするんやけれどもな。で、イクラちゃん。シャア言うたね。今、甘噛みしてるよね。やな。イクラちゃん。機嫌悪いんか？怒りながら遊んでる？やめてってことなんかな？よくわからんな。まあ、スコティッシュフォールドということで、関節が痛い子が多いんですよね。しかもシニアということで、人間と同じように節々が痛くなったりするっていうことはあるので、ひょっとしたら急に痛みが出るのかもしれないね。ゴン君はとつさり。おってなんだ。痛い痛い痛い。ちょっと痛かったな。そっか。もうぼちぼち撫でない方がいいということで、最年少のナルト君を撫でておりますよ。コロンってなった。じゃれとるね。ちょ、まるちゃんにいたずらしないで。もう一度戻ってきました。ちょっと手前に来てほしいな。
あ、嫌がったりしないね。指に寄ってくれてる。あ、ええやんか。ねえ、めちゃくちゃ可愛い顔するんですよ、イクラちゃんっていうのは。いいねえ。顎の下とかがいいのかな。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。さっき怒られちゃいましたね。やっぱ機嫌悪いか。遊んではくれてるんやけどなでも可愛いな本当に。急に怒るのがね、なくなってくれればね、里屋さんも見つかりやすいのかなと思うんですが、もう15歳やからね。どうでしょうか。いや、言うとるね。ちょっと落ち着いてくれたかな。イクラちゃんの上にはね、ちまきちゃんがいましたよ。この子もシニア猫ではあるんですけれども、まったりしてるね。ちまきちゃん、膝置いて。膝乗ってくれたことないんでね。膝乗りにゃんこやったらええんやけれども、まあのんびりとね、いくらちゃんと過ごしてくれる方がね、里屋さんになってくれればいいんですけれども、めっちゃシャー言われてる。これ以上撫でられへんということでね、日を改めましたよ。落ち着いてるかな。多分撫で方さえ注意すれば大丈夫なのかなと思うんですよ。首から後ろを撫でるときは要注意かなって感じはしますね。遊べる？なんか怒ってる。やっぱりカミカミしてるのが楽しいのかなとも思うんやけれども、どうなんでしょうね、いくらちゃん。まあ元気で過ごしてくれてるっていうのはね、すごく嬉しいんやけれども、あー、どっか行っちゃう。あ、爪研ぎしてる。あんまりね、慣れてほしくないということで、しばらく時間が経つと水を飲んでおりましたね。後ろから猫ちゃんが来たんやけれども、気にせず飲んでくれたか。上に登って、実はね、このおもちゃっていうのが猫ちゃんたちが大好きなおもちゃなんですよね。で、おもちゃを持っているのでね、猫嫌いのイクラちゃんの周りに猫ちゃんが来てるっていう、そんな感じなんですけれども、ちょっと機嫌悪くなるかもしらんな。あー、横に来たよ。あ、でも怒れへんね。以前やったら近づかれただけで猫パンチ飛んできてたんやけれども、その辺はね、少し慣れてくれたのかもしれないんやけれども、のんびり過ごせるね、里親さんが見つかってくれたらいいんやけれどもな、いくらちゃん。あ、移動しちゃうか。いくらちゃんの幸せを願って終わりたいと思います。これからもね、保護猫ちゃんの可愛い動画どんどん配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。以上、保護猫カフェ森の猫屋さんでした。